様、こんにちは、タキオでございます。今日はですね、タキオチャンネル恒例コーナーミニ四駆レーサーの悩みを聞いちゃう会のコーナーでございますね。はい、というわけでね、本日は、奈良は大田市バンビー大田様にね、来ておりますね。本日はレースということもあってね、たくさんのレーサーの方が、ミニ四駆のレースに勤しんでおるわけでございますね。はい、というわけでそのレーサーさんにね、ミニ四駆の悩みを全てね、聞いておこうかなと思っております。では行ってきます。あ、すいません、竹尾チャンネルのミニ四駆レーサーの悩みを聞いたろ会のコーナーなんですけど、はい、今日バンビレースされてますけど、はい、なんかミニ四駆やってて困ってるなとか、こういうの気になるなってことございます？セッティングとか結構困ってます。あ、セッティングとかですか？はい、ちなみにどんな方のセッティングとかですか？あ、優勝マシンとかのセッティング、はい、あ、まあ、大会とかで優勝とか入賞されてる方のセッティング、はい、まあ、なかなかねそういうの見る機会がないですもんね。あ、はい、なるほど、ありがとうございます。竹尾チャンネルの、ミニ四駆の悩みを聞いちゃう会のコーナーなんですけども、質問見てます。 ありがとうございます。ちょっとミニ四駆のことでちょっと今悩んでることってあります？そうですね、ブレーキですね。あ、ブレーキですか？全然入らなくて。あ、本当ですか？今回のバンビも。ああ、ミニ四駆ブレーキセッティングって難しいってよく言いますもんね。ちなみに他のマシンとかって見たことあります？いやー、あんまりね、もう人見知りなんで。ああ、なかなか見れる機会ってないですもんね。ないですよ。そうですね、ブレーキのセッティングに悩んでるということで、はい、ありがとうございます。ご協力感謝いたします。すいません、竹尾チャンネルの悩みを聞いたろ会のコーナーなんですけど。そんなのあるんですか？ちょっとね、はい、恒例コーナーなんです。はい、ちょっとミニ四駆今日バンビさんレースやってますけど、ミニ四駆やっててちょっと気になることやったから困ってることってありますか？なんかこうチャンピオンとかのマシン見ると、うん、結構なんかみんな最近タイヤ小さいのが小さいマシン多いですね。多いです。あれやっぱ世の方がいいんですかね、うん、ちなみにどのタイヤ使ってあるんですか？いや、今はその真似して小さいの使ってるんですけど。大きいの使ったりいろいろ試してるけども、結局のところ小さいところがいいのかっていうところですね。残ってるのが多い気がして、何がおすすめなんだろう。強い人が使ってるタイヤはどんなんかっていうことですね。そうですね。 ありがとう、タイヤの大きさで困ってると。そうですね。 ありがとうございます。すいません、竹尾チャンネルの、ミニ四駆レーサーの悩みを聞いたろ会のコーナーなんですけども、はい、ちなみに今日レースバンビさんでレースやってますけど、はい、なんかミニ四駆やっててなんか困ったなっていうこととか、なんかこういうのが気になるなっていうことございます？ボディカットですか？あ、ボディカットですか。はい、ちなみに、まあ、例えば、まあ、MS のシャーシ君出てどういう風にボディ乗せたらかっこよくなるかなとか、そういうところですか？ありがとうございます。じゃあ、ちなみにどんなボディ使ってますか？まあ、どうですか、何でしたこれですか？あ、こういう、はい、まあ、こういう自社系のボディとかが、はい、どんな感じで他の方は乗せてるのかなとか、そ そういうところです。 ありがとうございます。はい、というわけでですね、いろんなレーサーさんのお悩みを聞いてきましたね。非常に、ね、ミニ四駆の悩みいろいろあるんだなと思いました、ね、果たしてそれを全部ね一気に解決する方法はあるのでしょうか？どんな時はこれ、これ今なんか聞こえませんでした？気のせい、うん、気のせいかな。こんな時はいや、これいや、何か聞こえますよね。なんか聞こえますね。何これ、放送事故、放送事故、あれ今画面映ってます？え、映ってない、大丈夫ですかこれ、あれ、え、復旧します、復旧します。そんな時はこれ。あ、復旧したようでよかったです。あれ、急に僕の手元にこんな本が、何やこれ、スティルランニング2019年サマー、え、これ何ですかね。え、謎の長髪の男がこれを置いていたと。そんな時はこれ言いながら置いてきたと。はい、何よこれ、その中身をね見てみようと思います。お、これは、お、いろんな人のセッティングがいろいろ載ってますね。しかもこれ、あ、あの人もこれ、いろんなね、いろんなレースで入賞、優勝された方のマシンであったりとか、非常にツイッターとかでね話題になった方のマシンのセッティングがいろいろ載っております。先ほどのレーサーの方が言っていたブレーキの張る位置とか、タイヤの大きさもね、こういうマシンが多いんですね。あ、ボディもこう切るのか。もしかしてさっきのレーサーさんに聞いた悩み
このスティールランニング2019年サマーで全て解決するんじゃないでしょうか。謎の男が置いていったこのスティールランニング2019年サマー非常に有益な情報が載っております。以上現場から竹尾がお送りいたしました。はい、終わりです。はい、というわけでございまして、今年もね、寸劇からお送りいたしましたスティーブランディングの宣伝でございますね。はい、ちなみにですけどもね、今年もカッサンの声は新しく取らせていただきましたね。カッサン、ありがとうございますね。多分部屋で一人でこうそんな時はこれという中でね、録音してくれたんだと思います。ありがとうございます。はい、であとインタビューにね、ご協力いただいたレイさんの方々本当にありがとうございます。こういう風な形にしようかなっていうね構想を持ってね、ちょっとバンビのレースの方に行きまして、その時にね、ご協力いただきましたね。本当にありがとうございます。助かりました。はい、というわけでね、今年もやってまいりましたこの季節ね、こちらの本のご紹介でございます。せーのじゃん。はい、スティールランニング2019年サマーってことですね。はい、こちらの本ついにやってまいりました。毎年ね、出た瞬間売り切れが続出するというね、非常にね、大人気の書籍でございます。同人誌ですね、ミニ四駆の。はい、でね、この内容、毎年すごいんですね。僕も今年いました。今年もすんごいです。情報量が多い、非常に多いですね。はい、中身ねちょっと簡単にですけどもね、紹介していこうと思います。どういう風なものがあるのかというところで、僕が一番おっと思ったのが2012年から、去年までのね、ミニ四駆のセッティングの変換というのがね見えるんですよ。要はボディ提灯とかね、ボディの上についてた提灯とか、そういうのがあった時代から、今までというのが見れます。ミニ四駆、4年5年やってる身からするとこれがね非常に懐かしいね。あ、こういうのもあったなと、あ、こういうの時期にこういうセッティングが生まれたんだとか、そういうのが、垣間見えてね、非常に楽しい、特集でございます。もう最近ねミニ四駆を始めたという方にとってもね、あ、昔こういうセッティングがあったんだとか、あ、もともとこういうセッティングなかったけどこの時期に生まれたんだとか、そういうのを知れる機会になると思いますので、これは非常にねいい特集だと思いましたね。これね実際買って見てみてくださいね。で、毎年のごとくね、各レーサーのね、ミニ四駆のセッティングなどがね、ミニ四駆車体とミニ四駆のセッティングとか、それに対する一言メモとか、いろいろの細かく載っておりますね。見ていくとね、この人のマシン乗せていけるのとか、そういうものがたくさんありますね。現チャンピオンズの方のマシンであったりとか、各地方でね、大きいレース、3連のレース、いろいろ開催されてると思うんですけども、優勝入賞しまくってる方とかね、そういう方のマシンがたくさん載っております。それに限らずですね、ツイッターで話題になったマシンであったりとか、来られたギミックのマシンであったりとかね、そういうものが見れますね。シャーシに関してもね、スーパー2であったりとか VS であったりとか、FMVS とかね、SFM もあったりしますね。という非常にねバラエティに富んだシャーシも、載っておりますし、竹尾チャンネルでおなじみのあの方のねマシンも載っておったりしますね。より細かく見たい方もねぜひともご覧いただけたらなと、思います。この動画の冒頭でありましたインタビュー形式のね、お答えでも、ありました、ブレーキのセッティング、タイヤ系とかねボディカット、そういうところがね、この、各レーサーのマシンを見ることによってね、あ、こういうものもあるんだなとか、あ、こういうブレーキの張り方、とかもあるんだとか、あ、ボディカットこういう風にすればいいんだとか、そういうのが非常に参考になるところだと思いますね。僕もね、非常にこの3レーンのレースだったりとか方式でなかなか、結果を残せていないので、各レーサーさんのね、このセッティングの仕方を見てちょっと勉強したいなと思っている次第でございます。はい、で各レーサーさんのマシンの紹介もあり、あとねこれすごいなと思ったのは、各地方で大きい、ね、3連の大会とかあると思うんです。例えばうちで言うと
バッドヘッズ ×COB グランプリ、だったりとか、愛知でやっております、車掌法グランプリとか、そういう大きい3連大会で、優勝されたマシンの、セッティングというのが、こと細かく載っております。あのね、例を挙げると、バンクスルーって分かりますかね、二重とバンクで、ブレーキをどれぐらいの高さにしてるのかというのを横から見て非常に分かりやすく、乗せております。これすごいな、ここまで乗せて大丈夫なんかなと思うレベルで乗っております。ね、冒頭の動画の、ね、インタビューでも言っておりました通り、入賞者、優勝者のマシンってね、なかなか見る機会ってないんですよね。そのマシンを、しかも何とかなのかな、複数大会の優勝者入賞者の、マシンというのをじっくり見れるというね、非常に嬉しいことでございます。まあ、これに関してはですね、本当にね、まあ、この本全体に言えることですけれども、このスティーブランニングの、編集部の方々の努力の賜物かなと、思っております、ね、本当にありがとうございます、ね。で、まあ、いつもの、ね、一番後ろの、特集というのが、レース MC 対談ということですね。まあ、大きい3連の大会であったりとか、まあ、各地方で MC をやってある方の、MC のこだわりコツとかね、そういうことが対話形式で、載っております。各店舗でね、レース MC とかされる方もいらっしゃると思いますので、その心構えとかもね、こちらを見ると勉強になるんではないかなと思ったりしております。はい、うん、というわけで、簡単にですけどもね、内容をご紹介してみました。これはね、実際、買って見ていただきたい、本当に思います。情報量がね、ほんめっちゃくちゃ多いです。今まで、ミニ四駆やってきた、ミニ四駆熟練者の方もね、他のマシン、他の人のマシンはこういう風になってるんだとか、そういうのも参考にもなりますし、ミニ四駆を最近始めた方っていうのはね、今のミニ四駆ってこういう風になってるんだとかね、そういう風なことを知ることができます、ね。それプラスですね、まあ、今のトレンドを追えるというのもね、一つの特徴だと思います。今の2019年ミニ四駆の中心っていうのはね、こういう風なセッティングが中心になってるんだとか、そういうことも知ることもできますし、非常にね、すごいギミックを持ったマシンというのを作ってる方もいらっしゃいます。それを見ることもできますので、この一冊で、たくさんのミニ四駆のセッティングを知ることができる、非常にいい一冊だと思っております。はい、で、こちらのスティールランニング2019様、購入できる場所なんですけども、まずネットの方で言いますと、トラナナさんでございますね。トラナナさんで、店舗で言いますと、福島屋さん、八島ホビーさん、バンビー大田さん、おじゃがデザイン立川店さん、金次郎ベースさん、セブンイレブン大泉中央店さん、ベテルさん、 DK サーキットさん、四玉さん、吉田模型さん、 M3GPEC さん、8月17日のバックブリタンズにて発足販売、で、遊園会社オーバーシーさん、プラモさん、高松ベースさん、今治模型社さんでございますね。で、店舗で買えるというものでございます。もしかしたらもうちょっと増えてるかもしれませんけどもね、というような感じでございます。まあ、初心者から、上級者の方まで非常に僕としてもね、おすすめできる内容となっております。ぜひ一度手に取って購入して内容を見ていただいて、今後のセッティングのね、今後のセッティングに必ず役に立てる内容だと思っておりますので、ぜひ一度手に取って、見てみてください。というわけで今回は以上でございます。スティーランニングの方よろしくお願いいたします。